よ今日からセパ交流戦がスタートします。札幌ドームです。セパ交流戦、北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今年も交流戦が始まりましたが、近年はこの交流戦がペナントレースの行方にも大きな影響を与えてますよね。そうなんですよね。この交流戦の貯金が後々大きく影響するんですよね。そうですよね。そんな大事な一戦がスタートします。まずはファイターズの先発大谷が札幌ドームのマウンドに上がります。どう抑え込んでいく。今シーズンの交流戦、今プレーボールがかかりました。これから約5週間にわたり1カードホーム2試合、ビジター2試合で12カードの対戦が行われます。さあ今年の優勝チームはどこになるんでしょうか。一塁そのまま入ってアウト。初球変化球は空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。打ちました。アウト、2アウト。クリーンナップ。1球目狙っていって当たりません。スピードボールを持っています。インコース打ちました。いい当たり、抜けました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。ツーアウトランナー2塁、ヒットでランナーを2塁に置いています。いや小宮山さん、ここは踏ん張りどころですね。どんないいピッチャーでもね、初回っていうのは不安がありますからね、まあ、ここですよね。いい当たり、ショートの左抜けました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ1点を先制しました。1対0、序盤から試合が動いていきます。ここは抑えておきたかったんです。打った、これはどうか。セカンドの右抜ける。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。三塁タッチもセーフ。ファイターズツーアウトながらランナー三塁一塁。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。こういう場面で焦って甘いコースに行って長打、これは一番避けたいですね。打ちました。大引き一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回、小宮山さん、普段対戦しないチームと対戦する際にポイントといえば何でしょうか。まあ、どうでしょうね、スコアラーが持ってきたデータをいかに有効に活用できるかと。バッターはさあここから裏の攻撃になっていきます。西さん、初回に先制点を取られましたがどうご覧になりますか。そうです、打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。ファイターズノーアウトランナー二塁です。続くバッターは中島、ヒットでランナーを2塁に置いています。西さん、先制はされましたがこちらも負けてませんね。うん、そうですね、この回でね、追いつきたいですよね。そうですよね。しっかり捉えた、抜けた。セカンドランナー帰れば同点。センター前ヒット。さあ中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰ってきました。ファイターズ同点、1対1。なおも二塁一塁のチャンス。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきます。打ち上げました。ファウルボール。変化球打った。セカンドが抑えた。二塁送球、二塁フォースアウト。アウト、ダブル。まずは見送ります。ワンボール、これは際どいか、ボールになります。インコースにバットが出ます。インサイド打った。ファーストが抑えた。
そのまま入って一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回ファイターズ貴重な得点が入りました。さてファイターズの先発は大谷。初球から行きました。スピードボールを持っています。打ちました。取りました。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。バッターボックス。空振り。スピードボールを持っています。これは手が出ないか。ノーボールツーストライクです。打ちました。セカンドうまくさばいてツーアウトになりました。アウトコース見送ってストライクです。変化球外れました。インロー見極めています。低めは外れました。空振りになります。3ボール2ストライク。打ちました。ショートが取る。一塁アウト。3アウトです。ファイターズ同点で迎える2回の攻撃です。先頭バッターとしてまずは塁に出たいこの回の攻撃です。ここで勝ち越して流れが欲しい。アウト。ワンアウト。初球打ち。しかしサードライナー。ツーアウトになっています。この回のファイターズ打線ですがもうアウトカウントが2つになっています。ま、抜けました。ツーアウトからランナー出ました日本ハムファイター。打ちました。荒木。一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。小宮山さん、ここまでの両投手の立ち上がりをご覧になっていかがですか。どうでしょうね、ちょっとなんかフラフラしてるような感じの投球内容には見えますよね。そうですね。この後どのように修正してくるんでしょうか。ボールになります。打ちました。アウト。ワンアウトです。初球ボール。変化球タイミング合いません。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。変化球空振り。3番初球狙って空振りです。打ちました。これはどうだ。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。打ちました。セカンドが取る。一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1対1同点です。西さん、序盤は非常に緊張感のあるゲーム展開になってますね。いや本当ですね。両チーム、いい攻撃、いい守りしてますね。確かにその通りですね。よく見ています。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウト。
まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで回る。センターへ持っていった。掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。ここで手が滑ったでしょうか。打ちました。大きな打球になった。センターバック、センターバックする。追いかけますが頭を越えました。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。ファイターズが突き放します。4対1。甘い球は見逃しませんでした。打った。大きな打球になった。これはどうか。右中間真ん中破りました。一塁蹴って二塁に向かう。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ここはうまく打ち返していきました。初球は変化球当たりません。スライダー外れます。インコース外れてボール。ツーボールツーストライクです。真ん中打ちました。藤井が掴んで3アウトです。ファイターズリードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね。一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差はあっても慎重にいきたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターは今日 DH に入っている小笠原。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。打ちました。セカンド正面のゴロ。アウト。ツーアウト。ツーアウトランナーありません。1球目狙っていって当たりません。スピードボールを持っています。いいところへ決まります。ノーボールツーストライク。引っ張った。あっと取れない。これはファーストのエラーです。ツーアウトランナー1塁。打順は初球ストライクを取りました。スピードボールを持っています。変化球で空振りを取ります。日本ハムファイター引っ張った。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。これでマルチヒット。打ちました。ルナ二塁は無理。一塁送球。ツーアウトになりました。初球打ち、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ファイターズ打席には下がっていく、下がっていく。フェンス直撃。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。
ファーストランナー一気にホームイン。ファイターズ1点追加します。7対1。打順は初球打ち、これはどうか。荒木一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回、西さん、5回の段階でこれだけのリード、ベンチとしてはどのようなことを考えてますか。いやもうね、余裕じゃないですか。もうピッチャーもね、余裕を持ってピッチングできると思いますよ。そうですよね、確かにそんな雰囲気が漂っています。初球は変化球、当たりません。入れてきました。あっという間に2ストライクです。打ちました。セカンドが取る。セカンド送球、セカンドフォースアウト、ワンアウトランナー一塁となり、アウトコースストレートが決まっています。スピードボールを持っています。打ちました。大引き、二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー、ランナー。これから5回の裏、ファイターズの攻撃。